ではセントメリーのバシリカの中入っていきますけども、写真はダメかな。反対側こちら側に、チケットオフィスがありますので、バウチャーをこっちでチケットに変えるか、この場でチケットを買うか、ここで買ったらその正面に入り口があります。ビデオを撮るんだったら5ズロって言ったかな、必要だそうです。ビデオテープ用の5ズロって払ってですね、ここにこう、スティッカーを貼って、そして中に入ります。これでオフィシャリーにビデオが撮れます。イエイ。はい、それでは、中に入っていきました。とても綺麗ですね。金色とダークな色で、そしてあのレンガ色でですね、綺麗にこう色が作り上げられておりますね。こちらが正面の方ですね。ステンドグラスが非常に美しいです。いいですね。もうちょっと近くにやってきました。素晴らしいですね。今正面から、後方を撮影してます。本当に美しいですね。ここは、どこも似たり寄ったりなんですけどね、微妙に色合いが違いますね、他のチャーチとは。すごく美味しそうなドーナツ売ってますね。これちょっと買ってみようかな。ここもね、なんてお店かな、お店の名前書いてないな。ここなんかすごく美味しそうなドーナツいっぱい売ってます。ちょっと一つ買ってみたいな。お店の名前書いてないですね。でもこの辺から歩いてすぐのとこです。結局今のところでね、このバニラのアイスクリームを買ってしまいました。まあ美味しいですけども、そんなに濃厚ではないですね。普通にジェラードです。ここは招き猫いっぱい扱ってますね。いやいやいや、いろんなお店があります。こちらがバベル城だと思います。はい、やってきました。大きいな。大きいですね。今ちょうどね、4時ぐらいかな。まだちょっとね、調子が悪いんで、ゆっくりとここまで歩いてきましたけども、でかいわ。今日の晩はこちらのピザ屋さんに入ってみます。美味しそうなピザがディスプレイされてますね。ちょっと まだ晩ご飯に早いんだけども、ちょっともう入っちゃおうかなと思います。適当に入ったりするのは割には雰囲気ですね。ピザ中心のようで、パスタもあんのかな。ちょっと見てみましょう。クラコもあと2番でおしまいですね。全部回してもらいます。ピザだ、美味しそう、これ今日のディナーです。
美味しそうですね。食べましょう。いただきます。でもその前に、その前にビア。いただきます。